7月25日1日の取引を終えました。日経平均株価は先週末に比べて215円と41銭安 27,699 円25銭でした。日経平均株価としては8日ぶりの反落ということになりました。トピックスが 12.76 ポイント安の 1943.21 でした。プライム市場全体の 59% にあたる1088銘柄が下落、上昇したのは全体の 36% 672銘柄ということで、今日は軟調な1日となりました。マザーズ指数 13.85 ポイント安 1.9% の下落でした。日経平均株価冷やしチャートです。日経平均は7連騰、7日続伸してきましたので、それなりに急ピッチで上がりすぎているという警戒感もあったようで、今日は値の重い一日となりました。ただ直近の上昇したレンジを大きく崩すような売り物も出ず、215円安 0.7% の下落にとどまっています。8日ぶり8日ぶりの反落となりました。こうした中で主力株の多くは振るわなかったんですが、あえて堅調なセクターを申し上げると空運ですとか陸運といった運輸株ですね。先週弱かったようなところに今週今日再び資金が入っています。 9020JR 東日本、今日は159円高 2.3% の上昇でした。またこちら感染症関連ですね。3161アゼアス、防護服などを手掛けている商社でありますけれども、今日は37円高 5.3% の上昇でした。サルの天然痘、サル痘ですね、こちらについて WHO が緊急事態宣言を出したということです。コロナのパンデミックの時と同じようなことが連想されたのかもしれません。防護服ですとかマスク、それから除菌関連の銘柄というところは感染症ですとかインフル、鳥インフル、そしてコロナといったところかなり敏感に反応する傾向があります。今日は一気に資金が流入したようになりまして、アゼアスは37円高 5.3% の上昇で、直近のレンジを大きく上抜いた水準での取引となりました。今日の東京市場全体的には買い材料に乏しい中で、日経平均が先週まで7連騰してきましたので、それなりの急ピッチの上昇への警戒感というのもあったのか、今日は8日ぶりに反落して引けています。以上、大引けの模様を東証アローズからお伝えしました。